今回の特集はシフトテクニックです。プラスワンコーナーです。コンマ1秒を削るシフトワークって言うんですけど、例えばその、まあ、Z もそうでしたけど、自分の車の特性を知ってシフトをしなさい、はい、それが分かるぐらいなら苦労しないんですけどデータロガーとかで見るっていうのはみんなができることじゃないじゃないですか、最近安いのも出てきたけど、そんな時に何を感じて何をヒントにシフトポイントを決めていけばいいですか。まあ、とりあえずね、車載カメラとデータローガーつけるのが一番最適だと思うんだよ分かってますってそれ、ね、だってどうしてもさ忘れちゃうじゃん、昔俺もさレース始めた頃とか一生懸命、じゃあちょっと早めにシフトって始めた頃にはそんなことも考えてなかったな、しばらくしてから考えたら、はい、そういうことで、はい、でもちょっと早めにシフトしたんだけど、結局早かったのかな、どうなのかな、でそのまま終わってたダメやで終わっちゃうんで、はい、車載とローガーがあるといいぞとなるほど、まあ車載はでも確かにそれをじっくりもっとなんか流してみるんじゃなくて、こういう感じで見ろみたいなのはいいかもしれませんね。だいたいピストン西澤なんてさ、あれだよ、ストップウォッチで測ってんだよ、いやすごいよ彼の努力は。毎日ね、生放送やってるわけじゃん、はい、でサーキット行ったとしても午前中しか行かれない。そうですよね。で車載カメラ積んで帰ってきてから車載見ながら、カウントですか、やってるんだって。だからカーツもつけりゃ一発じゃないですかいや空間タイムは出ないじゃんああなるほど、いやだから それなりにやっぱ努力をしろと、材料を。なるほど。でシフトアップは、はい、じゃあ例えばどうやって決めるのかっていうと、はい、やっぱりある程度その、そうだな、まあ例えば3速ぐらいのギアだとエンジン特性って結構分かりやすく出るよね。そうなんですか。うん、それなんでですか。穏やかだからですか。だって2速だとさバーンって回っちゃうじゃん、はい、で、4だと4のエンジン特性分かりきるまでのストレートってなかなかないでしょ。そうですね、あそうか、じゃあ3ってのはそういうのを知るのにいいギアだと、別にそこら辺でやれるってわけじゃないよ、そういうのを教えてくださいって言ってるんですよ、それで大体その例えばチューニングエンジンだとしても、はい、チューナーがまずどういう、セットをしたのか、要するにこの車一応何回転シフトで行けば速そうですかっていう話を聞けば、そうですね、いやもう7000以上では例えばタオルも頭ブーストを落としてるから、ね、エンジン保護のためにブースト落としてるよとか、そういう場合もあるからまず聞いちゃうのがまず一番早い、そうですね、でその中でじゃあ7000回転とまあ7000回転あたりっていう話をされるとするじゃん、はい、でそこから先は自分で探さなくちゃいけない、でその時にどうするかっていう話なんだけど、一番いいところまでしか使わなきゃいいっていう問題でもないんだよね、そこを過ぎてちょっと回した方がいい場合もある、はい、っていうのは、3が吹け切って4に入るじゃん、はい、で4に入った時にそこでなんかドロップした回転数がいくつになるのかっていうところが車によって違います、ギアによっても違うと。でそこも含めたシフト回転数だからさ、そうですね、ちゃんと見ないと。そこはいろいろやってみなきゃいけないぞと。でも大体の場合、低いギアっていうのはちょっとぐらい回しすぎてもてか勢いでブワーって回っていくんで、はい、まあ結構上まで回しちゃってもいいよと、あとはコーナーの形に合わせちゃうとかね、はい、そういうのも結構いいと思います。でも上の方のギアになると、エンジン特性がもろに反映されてくるんで、だから例えば6800回転でもうそこからパワー落っこってきちゃうようなところで、レッドゾーン7000だからって言って、はい、6800から7000まで回してるとそこでの時間っていうのはすごい長かったりとかして、もうそれは大損をする場合があると、で大体上の方のギアってクロスしてるから、はい、まあ次のギアにつながりやすいっていうのもあるんだけど、はい、だからそこら辺は自分の車のエンジン特性、そのノーマルだったらノーマルのエンジン特性まず
トルクカーブ、パワー曲線を見て、チューニングエンジンだったらチューナーに聞いて、でそこから自分で、味をつけると。あとはシフトアップ早くすること。やっぱね、特にターボ、うん、特にターボは、シフトゆっくりしてると、はい、本当に遅くなる。うん、うん、でシフトを早くすると本当に速くなる。ほう、そのはなぜなんですか。うん、やっぱり一回加速が途切れたところで、はい、下級も落ちるじゃん、はい、で落ちてまた回るじゃん、はい、だからそれを防ぐためにアンチラグシステムとかああいうのあるぐらいで、はい、だからそこのラグを、拾っちゃうのか拾わないでそのままいけるかっていうのは、かなりのタイム差を出すと、スピード差を作ると。なるほどです、うんうん、と言いながら、毎回じゃなくて勝負の時に使うぞと、うん、いたわりつつ、うんうん、そうそうそう、勝負シフトですね。勝負シフト、もっとみんなね、シフトランプをねちゃんとつけた方がいいと思う、うん、シフトランプを山田はついてからちょっとすれば、はい、ちょっとでシフトすればいいっていう感じで言ってたじゃん、はい、はい、でも2速でついてからちょっとしてシフトするのとね、4速でついてからちょっとしてシフトするのじゃそうだよ、ね、じゃあ何回くん違うんだよ、うん、あの全く速度も違いますからね、うん、気づかなかったっていうか意識して、だからできればなんか3点ぐらい、まあ、3つあればそれをポンポンポンチカチカチカっていう4種類が表示できると。でそれで、あとはねもうシフトアップしていいぞっていう回転にを最初の点灯にする。おまあそれはそのシフトランプによってそういう設定ができるやつできないやつあると思うんだけども、はい、もうこの回転まで上がってたらシフトアップしちゃっても次のギアでつながりますよという時に1個つくようにしておくと、うん、レースとかでは、うんうん、レースとかでは結構使える、うん、あとなんか質問あるか。なんか上りと下りとかその、うん、ギアをその速くするとか遅くするとか、うんうん、なんかそんなのがあるって聞いたんですけど、例えば鈴鹿のストレートとかだと、はい、すごい下ってるじゃん、はい、そしたらもう早めのシフト、早めのシフトっても別に、うん、すごい早くシフトしてるってんじゃなくて、はい、例えば普段7000回転ぐらいで、低いギアだったら7200までは回っていくよっていうような車で、うんうん、でもパワーのピークは、6800なんですみたいなさ、うん、そういう車だったらもう、6800でポンポンシフトしていっちゃったのがね、そんな長くならないかもしれないけど、それはでも下りじゃなくてもそうじゃないんですか。いやだから上りだったらその次の回転があるじゃん。あ、そうかそうかそうか、うん、下っている分も使ってどんどん速くいっちゃう。そう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 、あなるほどです、うんうん、だ上りで同じことをやると、次のギアの上のギアに入った時に力が足んなくなっちゃう、うん、そこから上がっていけないみたいなものがあるので、だから恵比寿サーキットのさ、はい、もうスイフトで走った時、ターボついてない東ですね、いい子のスイフトで走った時ね、はい、は、東コース S 字下っていく時は、7000シフトぐらい、6800から7000シフトぐらいで、最終コーナー上がっていくとこは7800シフト、はい、おそんな違うんですか。7800までは全然パワーついてきてないんだけど、うん、そこまで引っ張らない、引っ張ると1秒あるの。すごい極端だね、急な上りだから、要はそこまで引っ張れると3に上がった時に、はい、加速できるんだよ。でも7000シフトしてると3に上がった時に加速しないんで一切っていう違いも分かりやすいところで言えばある。素晴らしい、うん、じゃあ上り下りがあるとこはちょっと見せてみたいですね。そうそうそう、まあ、極端な上り下りってあんまりないと思うんだけども、はい、まあ基本としては下りはちょっと早めにシフト、うん、上りはちょっと引っ張りに、うん、っていうのがポイントです。やってみよう。あと、うん、次のコーナーの時で迷ったらとりあえず1段上げとくって言うじゃないですか、うんうん、あれはどうなんですか。
やっぱ合ってるんですか。あれ俺も最初理解できなかったね。もう怖いじゃん。はい、そうですよね、うん、エンブレないわ、うん、なんかスピードなんていうんですかね、フラフラしちゃうわ、うんうん、はい、でなんか音は静かになるからなんか、ね、走ってる気はしないわ、うんうん、そうなんだけど、はい、で迷ったら上のギアっていうのもちょっと乱暴、若干乱暴な気もするけども、うん、まあその1個のコーナーだけで考えたら、はい、多分上にしといた方がいいと思うね。でも上のギアにして、はい、上のギア入れるとアンダー出ちゃうんですよとかね、うんうん、そういう問題があったら、はい、それはもちろんまた話が変わってくる場合は、まあ、アンダー出ちゃうと悩んでないじゃないですか。まあね。確かに、はい、でもいや上のギアでいくとねアンダー出ちゃうんですよとかね、はい、いう場合って例えば、減速をして、ギューンと立ち上がるコーナー、うん、でそこで、1個今まで2まで落としてたんだけど、はい、3のまま行きたいんだけど3で行くと、何かしらがアンダー出ちゃうんですっていうのは、2に入れるエンジンブレーキがなくなるから、うん、そうですね、だからその分フットブレーキをちょっと多めに使わなきゃいけない、うん、でそうすれば3で立ち上がっていけるんだけど、うん、同じ2の時と同じブレーキしかしてないとスピードが落ちきらないから曲がれない。なるほどです、うん、そうか。じゃあそうなってる原因が大体でもそこに当てはまりそうですよね。そうだね、うん、それを覚えておくと、うん、1個高いギアも有効にかどうかが試しやすいと、うんうん、なんか分かりました。あとあれだよ、筑波のダンロップ、はい、ダンロップなんかはですね、セフトのアタックの時も最初3で行ってたの、はい、で、途中から4で行った。おそれもヘアピン立ち上がって3で立ち上がる、3立ち上がって、まだ7000ぐらいまでしか回ってない状態で進入していくから7000から回転落ちるわけじゃん、はい、だったら7あの3のキープで行った方がいいはずじゃん。でも、どうもそのグリップから立ち上がりでアクセル踏んでも、結局ずれるばっかりで、ああいうパワーがさ、はい、前に進んでない感じがあったんで、それだったら上で行ってみるかと、うん、その代わりちょっとターンインがアクセルオフしても前荷重のかかり方が弱くなるんで、うん、そこは難しくなったんだけど、はい、そこだけおとなしく見てるとなんか外から聞いてるとまるでシルクロスしたみたいな、うん、ブーッおーおーって言ったらあミスったなみたいな感じなんだけど、結果的にも早かった。おその代わりその4に入れてダンロップターンインしたらそこからずーっと踏んでっちゃうわけ。なるほどです、うん、じゃあその駆動もロスしないで横に行かないでスムーズにつなげられるし、そう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 、その後ずーっと途切れない加速ができると。じゃあやっぱりその僕たち結構エンブレに頼る傾向はあると思うんですよ、うん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 、僕たちってそのブレーキが難しくなるんだよっていうのを知識に入れとくっていうのは大事ですね、これね。そうだね、うん、アクセルオフでのエンジンブレーキによっての、姿勢変化もあるし、から減速力のものもあるし、はい、っていうところも、ちゃんと頭に入れれば、うん、一個高いギアが試せるぞと。試せる、うん、ところで、はい、シフトランプって加速の時以外にも役立つって知ってる？減速で。減速で、うん、ヒール&トーンとかですか？そう、どうしたランプがついたらクラッチを踏むとかそういうんじゃないよ。ね、はい、加速の時にはもちろんそのね、うん、山田さん7000、はい、500だったっけ？7500からつくよね、はいはい、で、それを、まあ、ポイントにしてシフトをしていくわけなんだけども、今度減速の時も役に立つんだよね、見てると。何の役に立つんですか？回しすぎないように、壊さないように。そう、やっぱりシフトダウンのオーバーレブっていうのは確実にエンジン壊すんで、はい、そうですよね、うん、ブブブーってやつですね。そうそうそう、はいはい、うん、それやっちゃうと本当にパスなんで。じゃあブレーキしてうーってやった時についたら入れちゃダメ、うん、みたいな。いやいやいや違う、ね、例えば7500回転の車でさ、はい、8000回転待ったって言われないだろ、うん、で
で8000回転以内だったらさ、まあ大丈夫じゃん、はい、そうですね、で大体そんなに回してないでしょ、はい、でも今日はなんかちょっと頑張っちゃってるなみたいなさ、うん、時ってシフトのダウンの回転数がだんだん上がり気味になってくるんだよ。でその時に先に、はい、最初に警告してくれるのがシフトランプなわけ。なるほど、うん、あ普段はなるべくシフトランプがつかないように、はい、シフトダウンをしてるんだけど、なんか今日はついちゃってるなって思ったら、まあ、少し落ち着いて、シフトするタイミングをブレーキング開始してから、うん、じゃあワンテンポ遅くしようって言うと、うん、シフトランプがつかなくなりました。なるほどですね。でそうするとエンジン保護。あじゃあもうバーンってぶっ壊すっていうのは論外です。そうそうそう、それは論外。耐久レースの時とかもいいかもしれないですね。そのピカピカ毎回ついてるようじゃ、うんうん、ちょっとあんた考えなさいよ。そう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 。なるほどです。うんうん、でもあの頑張っちゃった時ってさ、あの分かりにくいじゃん。はい、音で音もあ高いなと思いながらもさ、うん、みたいなのがあるんだけど、そこを視覚的にも、うん、あのちょっと抑えてもらえるそう、ね、アイテムになるんで。なるほど。うん、そういう意味では、うん、だからそれが3つとチカチカつけば、一つの時にチカチカチカってついたらやばい。チカチカやりすぎみたいな、ね。うん、後であのカメラカットしとこうみたいな。あるんですかそれ。確かに。でも そこはあのかなり役に立つ、はい、チューニングっていうかポイントだと思います。ですね。単純にシフトだけ考えても、はい、いろんなことがね、うん、話題が出てくるぐらいなんで、はい、本当にみんな自分がやってること一つ一つをよく考えて、うん、ね、シフトコンマ1秒ずつ一周コンマ1秒ずつシフト縮めてったらさ、全部で何回シフトしてるのって話になるんですよね、うんうん、っていうところもあるし、あとはその壊れたらミッション高いよっていうのもあるし、うん、シルビア壊れそうだよみたいな。いやあれはね、いやだ。まだ振っちゃったもんね。いやまあね、